おっさんです、今日はですね、足跡を犬の足跡を大きねに残そうということで、アデ姉ちゃんおいで、姉ちゃんおいで、アデ姉ちゃんと、そして、なーちゃ ん, なーちゃん、そしてみんな大好きロイヨジで、足跡作っていこうと思います。使うのは紙粘土、それから板、2種類用意しました。これを3等分して3等分して、これをね広げていかなあかんですよ。今だとちょっと分厚いので粘土が、これで上はちょっと開けて、なんかあの、ね、ネームが入るように、あのなんかそのマジックでもいいし、後からパパが彫刻してもいいんですよ。彫刻ですか、ため息やってるな。いや、まだ分厚い、分厚い時はこう切ってるんですよね。はい、足元に置いてしっかり、潰す。おお、意外に綺麗。はい。足を置くところの真下に置いてあげるといいと思います。はい、か。はい。よし。よし、ギュッ、あ、それ体重かけすぎ。いいですか。顔シュールやな。あ、いいんじゃないですか。どうですか。ちょっと柔らかかったかもしれない。いいんじゃないですか。形はほら、どう、ね、取れた。あー、ほんとだ、形入った。足が全然違うね。うん、丸いね。レーディ、座れして。はいはい、そのまま。ロイ、そのまま。こうやって体重、座れさせずに体重かけさせた方がいいよね。自然に。うん。綺麗。でかい。ああ、でかい。あんまりおっしゃったからまずかいよこれ。こっち、おなかが綺麗だよね。こうやっている、そっちやるにして。うん、いい。いや、大丈夫。これは違ったもんね、赤ちゃん色。食べようぜ。何でも食べるな、お前は。はい、なーちゃん、アデちゃん、ロイちゃん、レンちゃん。以上、足跡のお時間でした。